自分がもらうよ赤ちゃん。下ろすんだったら自分が育てたい。純子ちゃん、いくつだったんだっけ。彼氏いないの。彼氏、そういや、なんか話あるって言ってなかったっけ。来る途中で忘れちゃった。なんだよそれ。今14週目ですね。もうすぐ赤ちゃんはおっぱいを飲む練習を始めますよ。今後ホルモン治療に進んだ場合にね、男性的な体型になったり、声が低くなったり、ヒゲが生えてきたりというようなことが考えられますが、そういったことに期待はしていますか。ちょっと何してんの。なんか聞こえるかなと。やっぱり自分じゃ無理だよ。子供なんて育てられないよ。男になってくのも怖い。これも自分じゃない。